はい、どうもこんばんは、ミスチラー TV です。今日のね、動画のタイトル、かなり物議を醸しそうなねタイトルになりやしたけど、まあ、やっていきたいと思います。はい、まあ、今日何をやるかというと、ミスチルとスピッツ、まあ、日本を代表する4人組バンド、どっちが優れてるか、どっちがすごいかを、このね、オアキチがこのミスチラー代表として、まあ、ミスチラー代表というか、まあ、ミスチルファン代表としてね、どっちがすごいか判決をね下したいと思います。うん、まあ、結論から言うと、決めれないですね。どっちが優れてるとかないっすね。どっちもすごいから。まあ、僕ミスチラーとして、まあ、日本一のミスチルファン、通称ミスチラーとしてやってますけど、僕ミスチルと同じぐらいスピッツも大好きなんですよね。ミスチルもスピッツもファンクラブ入ってますし、まあ全部もうオリジナルアルバムもう全部聞いたし、まあ、知らない曲両方ともないし、なんか。スピッツとミスチルを比べるというか、そこが僕はおかしいと思うんですよ。まあなんか今日の動画のタイトル、見ただけだと、まあなんかふざけんなって言われるかもしれないんだけど、いや、なんかスピッツとミスチルってもうほとんど違うんですよ。僕が聞く限り。ただ4人組っていうだけ、そう、4人組でもうなんかメンバーチェンジもせずにずっと、もう4人組でずっと長くやってるっていうバンド、そこだけが共通点で、サウンド面とか、曲のテイスト全然違いますね。両方とも聞く僕からしたら。なんだろうな。まず、まあ、さっき言ったように、曲のテイスト全然違います。まあね、フォークソング的な要素は似てるかもしれないですね。まあ、スピッツの有名な三大曲、シングル御三家、チェリー、ロビンソン、空も飛べるはずみたいな。まあ、あそこの要素が強いから、なんかまあ、ミスチルも割とフォークソングっぽいじゃないですか。有名曲で言うと、イノセントワールドとか、名もなき歌とか、そこら辺結構フォークっぽいというか、まあそこら辺ちょっと似てるかもしれないんだけど、まあよくよく聞いてみたらほとんど違いますよね。で、なんだろうな、バンドの、なんか、まあ桜井さんと草野さんじゃないですか、ボーカルが。なんか、まあ、割と高音で歌う、あの二人だけど、声の出し方が全然違いますね。ミスチルの桜井さんの声は割と、なんか、腹と喉で使ってる感じが、まあ僕結構あの声真似とかは結構指摘したことあるんで、割と出し方はこう出すんだろうなみたいな、大体、まあ本当にあの 100% 分かったつもりはないですけど、まあ大体分かるんですけど、草野さんの声の出し方はちょっと特殊で、モノマネできないんですよね。あれはなんかもう本当に生まれ持った声質だったりとか、どっから出してるのかよう分からんのですよね、今でも。まあちょっと今研究の途中なんだけど、草野さんの声の出し方に関してはね。だからまあ、声の出し方とかも全然違いますし、あと桜井さんと草野さん以外のバンドの役割も違いますね。ミスチルはどっちかというと桜井さんありきなんですよね。桜井さんの歌を邪魔しないように演奏するっていうのは3人ね。だけどスピッツってなんかそれぞれがいい意味で自己主張してるし、なんか楽器としてドラムとしてギターとしてベースとしてすごい生えてるんですよ。なんか本当に4人組バンドというか、その4つの楽器だから、もうボーカルとギターとベースと、ドラムをね、もうなんか惜しみなく使ってるというか、なんか本当に4人組バンドというか、そのバンドサウンドっていうのをなんかすごい限界まで追求してるサウンドなんですよね。ミスチルはそれに比べると、なんか桜井さんありきで、なんかもう桜井さんの歌の邪魔をしないように弾くぞってみたいな、なんか自己主張はしませんみたいな感じのサウンドだから、スピッツってギターソロとか結構あるんですよ。なんだけど、ミスチルってそんなギターソロなくないですか？ミスチルでギターソロって結構珍しいし、しかもあの、なんか、あの、スピッツの、あの、ミワさん？ギタリストミワさんって言うんですけど、ミワさんは割とそのなんか、結構、なんていう、テクニカルと言いますか、割となんか、すごいかっこいいというか、結構キャッチーなギターソロを、あの、いろんな曲で聴くんだけど、田原さんは、言うほど、なんかその、すごいかっこいいと言いますか、見せるギター、なんかインパクトが強いギターソロみたいなのは弾かない気がする。比較的。まあ弾いてる曲もあると思うんで、あるけど、そのスピッツと三輪さんのギターソロよりは少ないというか、っていう感じ方をしましたね、僕は。ベースに関しても、ベースも結構なんか独特なことをしてるのが、やっぱりスピッツの田村さんで、やっぱり
ぶっちゃけ言うとミスチルの中川さんはちょっとなんかおーみたいな感じの印象はあんまりね、スピッツに比べるとなんだけど申し訳ないんだけど、うん、という感じで、うん、微妙かな。うん、田原さんは、田原さんじゃない、田村さんは、スピッツのベースの田村さんは結構あのライブでね動き回るみたいな、なんか草野さんとか三輪さんがね、あの結構ね、あのいかちい格好っていうか、なんか、まあ、三輪さんがいかちい格好してるから、結構三輪さんが激しくあのね、あの動き回るかと思いきや、田村さんがめちゃめちゃライブで暴れ回るみたいな、なんか途中でライブ中になんかベース置いて踊り出すみたいなことするんですよね。もう仕事放棄っすよね、明らかに。まあそういうベーシストなんだけど田村さんは、うん、っていう感じで、まあそこら辺もちょっと違うし、あともドラムもなんか結構テクニカルな、あそういう叩き方があるんだみたいな発見をしたのはスピッツで、なんか他のバンドがやらないような叩き方を崎山さんがするんですよね。だからなんかそう、いや、あこういうあの叩き方があるんだみたいな発見が多かったのはスピッツでしたね。まあミスチルは、まあ、それに負けじとやっぱりそのなんかサウンド面のなんかそのね独特というか、なんかキャッチーというか、なんかできる限り多くの人をの心を打てるような、歌詞だったりとかメロディーだったりはもしかしてスピッツよりはもしかして強いかもしれないですけど、まあどっちもすごいバンドだと思うんですよ。うん、なんかやっぱりミスチルをしか聞いたことないっていう人にはやっぱりスピッツ聞いてもらいたいし、スピッツでミスチル聞いたことがないっていう人にもミスチルぜひ聞いた方がいいよって勧めたくなるバンドですね。だからやっぱりなんかもうスピッツとミスチルってやっぱりある意味ライバル関係にあるのはなんかわかる気がするし、なんか両方聞かないとなんかよくわからないというか、その J-POP というか4人組バンドの使い道というか、なんかいる両方ともそのミスチルもスピッツも両方ともその4人組バンド だけど、その4人組バンドの使い方が違う、その4人組のその役割分担というのがそれぞれ違うバンドだから、うん、いやだから本当にまあどっちがすごいとかないんですよ。だからうん、ちょっと飲みますね。うん、だから結構まあ僕スピッツもミスチルも大好きで、もう両方とも好きなんだけど、よく聞くんだけど、スピッツとミスチルってどう違うのみたいな聞き方をされることが多いんですよね。うん、でそういう人にはよく僕は4人組バンドってところ以外は全部違うって言ってますね。うん、もうこれでしっくりきますね。うん、全然違うもん。スピッツはスピッツだし、ミスチルはミスチルなんですよ。うん、だからなんか一緒くたにするとやっぱり音楽の楽しみとか楽しさっていうのがすごい半減する気がするし、やっぱそういうところを注目して聞くとまたあの新しい聞き方がねできるんじゃないかなって思うんで、ぜひねこの、まあ、僕のこの動画はミスチラー TV だけど、ぜひね、スピッツも聞いてください。本当にまた違う聞き方が、その音楽の聞き方が広がると思うんで、うん、幅がね広がると思うんで、ぜひねお願いします。はい、という感じで今日はね、まあ、スピッツ VS ミスチルみたいな感じで、まあそういうね煽りましたけど、対決を煽ってるかのようにまあなっちゃったけど、全然違います本当に。うん、両方とも好きだし、両方とも聞いてほしい、両者のファンも聞いてほしい、うん、という感じで今日はね、スピッツの素晴らしさ、スピッツを聞いた方がいいっていう話をミスチルファンにね、やったというお話でありました。はい、今日の動画がね、うわこの人うまいな、語り方うめえ、確かにみたいな、うまい例え方するなみたいなねことをね思った方はね、ぜひね、チャンネル登録と高評価お願いします。はい、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、ぜひね、フォローお願いします。で僕自身もミュージシャンやってますんで、4枚目となる、シングル剣軍サボタージュはね、ナウオンセールなんで、ぜひね iTunes で、ダウンロード購入するなり、 Apple Music、Spotify、LINE Music でサブスクでねダウンロードするなりね、まあ各々でね、各々の形に合うようにね、ダウンロードしてくださいという感じで、今日の動画は以上です。お疲れ様でした。サボタージュ、授業は受けぬが部活には顔を出す。サボタージュ、昼夜が逆転、朝寝て夜起きる。サボタージュ、教師の呼び出し行かんよ俺知らぬ。サボタージュ、自由っていい感じ。